県の南西部に位置する鹿嶋市。私たちが暮らすこの鹿嶋市にも多くの偉人がいます。さあ、鹿嶋の偉人について学んでいきましょう。こんにちは、レポーターの小笠原徹です。今回も偉人について調べていきましょう。お、来ました来ました、指示情報来ました。今回はどんなのが入っているんでしょう。ボタモチ会を初めて開いた人物を調査せよ。ボタモチ会は確か鹿嶋高校と鹿嶋実行が1年に1回やってるものですよね。そしたら鹿嶋高校の先生に聞けばわかるんじゃないでしょうか。ちょっと鹿嶋高校に行ってみたいと思います。今鹿嶋のボタモチ会のルーツを調べてるんですけども、どなたが始められたんでしょうか。はい、この銅像の方、鍋島藩第13代藩主鍋島直義公です。鍋島直義公が始められたんですね。そうです。いつ頃ぐらいからされてるんですか。はい、明治37年、1904年から、本校の前身である中世鹿嶋中学校の生徒たちを、直義公が自宅に招いてご馳走を振る舞っていただいたということから始まっているようです。そしたら13代目藩主が始めたということは、有徳博物館で以前三代目藩主のお話が聞けたので、そちらでまた詳しく聞けると思いますので、ちょっと伺ってみたいと思います。そうですね、はい、はい。松尾氏に伺ったところ、直義公に関しては有徳稲荷神社鍋島智道宮司が詳しいとのことでお話を伺いました。鹿嶋最後の藩主の足取りを調べているんですけども、はい、その鹿嶋最後の藩主鍋島直義公とは一体どういった方だったんでしょうか。直義公はですね、鹿嶋藩の一番最後の藩主でございまして、幕末から明治にかけて活躍された方ですね。幕末にはですね、佐賀本藩に勤王の儀を解かれまして、佐賀本藩の鍋島直政公からの命令で朝廷との交渉人として活躍をされました。また当時は勤王の志士たちがいろいろなところで活躍しておりまして、佐賀でも副島種臣、大隈重信といった人が脱藩をしておりまして、その人たちを庇護して京都に届けたということになっておりますね。また桂小五郎とか伊藤博文とか有名な維新の志士たちとの交流もあられたということですね。その後アメリカに留学されておりまして、でアメリカの司法立法行政、そういうものを視察されて、それを文章にしてですね、米政殺用という本を作ってですね、これを出版されたということが載っておりますね。この本はこの当時の日本の政治に随分と影響があったのではないかと言われております。さあ、明治維新でそのような活躍をされた直義公は一体どういった生まれなんですかね。直義公は天保14年、西暦で言いますと1843年ですね、鹿嶋10代目の藩主であられます鍋島直長公の長男としてお生まれになっております。幼い時の幼名を熊次郎と言っておられます。鍋義公は前の12代の藩主が非常に病弱であられましたので、早く隠居されました。そういうことで4歳で13代の藩主になられたわけであります。殿様となられてからは、鹿嶋藩も立派に立て直していただかないかんという周囲の希望から英才教育を受けられたそうでありまして、非常に賢い方で、幼少の時からの教養の高さといいますか、そういうものが
評価されて明治天皇の侍従に抜擢されたという方ですね。福沢諭吉さんからでも日本の紳士として真っ先に挙げられたという話がありますね。その他にも1879年に初代沖縄県知事となり、旧鹿島藩の家臣を多数連れ沖縄県の基礎を築くため尽力されました。1890年からは4期にわたり貴族院議員を務めるなど、明治維新後の日本の発展に大きく貢献されました。また現在の鹿島市役所がある場所に住まれており、郷土鹿島への愛情も深く、地域の発展のために鹿島銀行、鹿島医師会の前身となる最貧会病院を設立、荒れ地となっていた誕生院を再建されました。皆さんにも馴染みの深い旭ヶ丘公園の桜も、実は直義公が松影神社に千本の桜を植え集落園と名付けたことが始まりとなっています。直義公は書画の名人であったことでも知られており、富士津の地名の由来となった末光富士の森に自筆の書を彫った石塔を建設するなど、市内には多くの書や絵画が残されています。書画に関しては名人級とのことですけども、うん、その書画に関してのエピソードとか何か残ってるんですかね。まあ、歴代の藩主いろいろに達筆の方が多かったわけでありますけれども、この方も直義公も幼い頃から修行されておりまして、成長されましてからは精神の修養のためにですね、常に筆と硯をですねお持ちになって、感情が乱れた時自ら墨を吸って筆を取られたということが言われております。この時の墨は必ずですね自分で刷られたそうであります。まあ おそばにいつも家中の人がいるわけでありまして、殿様、墨は私が刷りましょうと言ったところが、他人の刷った墨だとですね本当に、立派な字は書けないと言われたそうでありまして、いつも自分で刷られてお書きになっておったそうですね。まあ、骨董の方にもですね関心をお持ちになっておりましてね、でいろいろ集めておられたようであります。しかしながらある時その急に骨董集めをやめられたそうであります。それは何でかと言いますと、のぞみの方に広大なというところがありますけれども、そこに行かれた時に直義公は近くの農家にお泊まりになったそうでありまして、そしてそこでその農家の方がいつも食べているものを食べさせてくれと注文をつけられたそうであります。その食事はもう大変、それを口にした直義公は農民の苦労と我慢を全身に感じまして、その自分ばかり骨董集めにお金を使うわけにはいかんないないかということで、直ちに骨董集めをやめられたという逸話が残っておりますね。農民の苦しい生活を体験してそのようにその骨董集めをやめられたとのことですけども、この地元鹿島に思い入れのある方だったんでしょうか。そうですね、大変、思い入れの強い方であったと思いますね。教育の面にも非常に関心をお持ちでありまして、鹿島の中学校あるいは女学校、今はそれが高等学校になっておりますけれども、そういうところの子どもさんたちに対して、いろいろと配慮をしていただいておったようでありますね。直義公が教育に力を入れていた様子は幕末から見られます。安政6年、廃れていた藩校徳城館を公文館と改め、幕末の乱世の中で必要なのは文武両道として、一定の武士の階級には厳しい試験を設けていたそうです。そして夜には抜き打ちテストを行い、学業の成果を確かめたそうです。そのテストの後には生徒たちと様々なお話をして夜中までたっぷり話し込んだそうです。この他にも海外研修や奨学金を取り込むなど、その力の入れようは凄まじいものでした。
明治維新後、公文館は養蔵館と名前を変えますが、そこで勉強する学生たちの勉強意欲はますます高まっていました。その後、県立中学校の分校をこの鹿島に作るという話になった際、直吉校は藩校の施設と設備、そして城跡を敷地として貸し出しました。そしてこれが鹿島高校、鹿島実業高校の前身となる鹿島中学校の設立になったのです。この鹿島高校は、その直吉校が提供した領地の中に立っているということですけども、その直吉校はその領地の提供とその施設の提供、ボタン落ち会の開催、その他には一体どういったことをされたんでしょうか。まずは人材の育成です。六条会という組織を通して人材の育成に取り組まれました。六条会というのは現代では本校の同窓会の名前として使われておりますけれども、設立当初は人材育成という目的で、地元有志の方にの協力で運営されていた組織で、直吉校が中心になって尽力されました。六条会の人材教育を受けた方の中で一体どのような方がいらっしゃるんですか。さまざまな方面で卒業生は活躍をしておりますので、たくさんいると言いたいところですけれども、特に2人を選ぶとすれば、全国の青年団活動を活発化させて青年団の父と言われた田沢義治さん、それと日本の金融界に大きな貢献をされ、朝鮮銀行の総裁などを歴任された田中哲明ではないかというふうに思います。この2人は日本が近代国家に発展していく過程で非常に重要な役割を果たした人物です。今の生徒の皆さんには一体どういった形でこの直吉校の教えが残っているんですかね。当時の旧制中学生と同じように、今の鹿島高校の生徒たちも勉学に励み、部活動に一生懸命取り組んで、文武両道を達成すべく努力をしています。生活面でも現代の流行に流されることはなく、心も非常に素直な生徒たちばかりです。その意味で直吉校の願いは今の鹿島高校の中に生きているというふうに思っています。またボタムチ会も今年度99回目の実施となり、いよいよ来年度は100回目を迎えます。これまでこのボタムチ会は鹿島高校、鹿島実業高校の生徒たちの一番大きな楽しみであり、また思い出となってきました。当日はボタ餅をいただくだけではなく、剣道や綱引きで良好の親睦を深めています。そして卒業後の互いの健闘を誓い合い、仲間意識を深めてきました。今後いつまでも続けていきたい大切な行事であるというふうに思います。失うなかれ鍋島の威風、損なうなかれ六条の面目、この精神ありてもって奉火に尽くすべく、この気象ありてもって万国に対すべし、いわゆる大和魂とはこれなり。この言葉は直吉校が旧制鹿島中学校卒業者に向けて贈られた言葉ですが、今を生きる私たちに対しても当てはまるのではないのでしょうか。直吉校の教えは鹿島市民の郷土愛の土台にあり、鹿島市民は鹿島に誇りを持って日々を過ごしています。